はい、どうも、寺子屋スタディ、寺子屋スタでございます。今回もですね、受験英語基本5文型についてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ね、5文型っていうのは何なのかってことなんですけども、まあ、英語の文法のですね、基礎的なものになりますね。SV、SVC、SVO、SVOO、SVOC というですね、5つのですね、文法というものがありますよと。まあ、文法と言いますか、文型ですね。失礼しました。文型。まあ、英語ってテニオ派っていうね、日本語で言う、助詞っていうものがないんですよ。で、助詞を表すものとして、助詞はないんですけども、で、私は誰々に何々をするみたいな、文は作れるわけですね。翻訳できるわけですね。そのテニオ派っていうものはどういうもので決まってるのか。ね。日本語みたいに、何でもかんでもテニオ派をつけられるっていうものではなくてですね、その文の全体の位置によってテニオ派っていうものが決まってきますよっていうルールになってます、英語は。いわゆる一言語というふうに言われております。で、文の最初に置くのは大体何々はっていう形になるんですね。その後、O が置けば、何々をとかね、何々にとかっていうふうにですね、テニオ派をつけることができますよっていうふうに、英語の文法ではルールとして決まっておりますよというところですね。SV、SVC、SVO、SVOO、SVOC のですね、まあ、基本的なところを覚えてほしいんですが、基本的に英語は主語と動詞が必ずありますよってところをまず覚えてほしいんですね。S っていうのは主語。まあ、右側に書いてありますけど、サブジェクトの S なんですけども、まあ、いわゆる主語、主題とかね、そういう意味になるんですけども、文の主役を S って言います。で、その主役が何をするっていうね、必ずバーブ、動詞っていうものを置かなきゃいけませんよっていうルールになってます。必ず SV という形。だから文法のね、翻訳をする場合に何が主語で何が動詞なのかということが分かれば、まあ、大体翻訳できますよというところでございますので、まず5文型を覚えるところでは主語と動詞っていうものが必ず入るんだよということは覚えておいてください。で、プラスアルファですね、2345のですね、文型に関してはコンプリメントっていう言葉とオブジェクトっていう言葉が、入りますよと。まあ、その、イニシャルが C と O なんですね。で、コンプリメントっていうのは何なのかっていうことなんですが、補う言葉とか言って補語と呼びます。まあ、具体的に言うと主語。ね、S をですね、具体的にですね、表す言葉。それをコンプリメント、補語というふうに言いますよと。コンプリメント。イメージ、コンプリートのイメージ。ね、すべて集める。ね、すべて集めるから、その全体がわかるみたいなイメージですね。まあ、そういうイメージを、まあ、C に持ってほしいんですね。SV、SVC の C ですね。例えば、どういうものなのかというのは、この後やっていきますけども。まあ、例えば、私っていうね、主語、サブジェクトがありましたよって。で、V っていうのが B 動詞、私は何々ですっていう場合ね。の場合、私はですっていうと、何言ってんのってなるじゃないですか。じゃなくて、そこに C っていう補語、その主語を補う言葉を置いてあげると、文が、それっぽく聞こえますよと。例えば、私は学生です。I am a student みたいな、私は学生です。ね。私は会社員です。I am a businessman みたいなね。サラリーマンでもいいですけど、I am a salaryman。ね。という言葉を使うことによって、主語がどういうものなのかという具体的にね、なものを補ってくれる。そういったものが C というものになりますね。で、O ですね。O はオブジェクト、目的語なんて言い方をしますけども、まあ、目的語、その主語、ね、私は何々をする。ね、どこにって話ですよ。私は何々をする。どこに、誰にっていうね、ものが必要になります。そういったものが目的語になります。例えば、私は、あなたと話す。
ね、I told you みたいなね。私は、あなたに話します。動詞の目的っていうものが、オブジェクトっていうものになります。私は、何々する誰々に、みたいな形ですね。そういうような手におは、にがつくようなもの、をがつくものっていうものが、まあ、その SV の後につきますよっていうところですね。で、第4文型なんですけども、その目的語が2つつくときってあるんですね。例えば、人や物とかね、違う人、違うものものっていうね、オブジェクトが2つ置けることがあるんですね。まあ、どういうことかっていうと、私は、あなたに、チョコレートをあげますよっていう場合ね。あなたという目的語と、チョコレートっていう目的語が必要です。ね。I send you。私はあなたに送りますよ。で、何を？ A チョコレート。これは O を分解して SVO を2つ作ってもですね、同じような意味になるんですね。V を同じにして、バーブ、動詞を同じにして、私はあなたに送ります、私はチョコレートを送りますっていうふうにですね、いうふうにですね、表すことができます。いわゆる目的、動詞を変えずに目的語が2つあるっていう場合が SVOO というものになります。よろしいでしょうか。私はあなたにチョコレートを送りますっていう目的語を2つ置けるものが第4文型というものになります。で、第5文型なんですけども、これ特殊で O イコール C なんですね。プラスって書いてありますけども、まあ、私は呼びます。彼女を。彼女をって呼びますよと。でも、彼女のことをどう呼ぶかっていうと、私はケイトと呼びます。これも SVO と SVC っていうものが、まあ、組み合わさってますよと。で、動詞変わらないんで、V はそのまま。で、O と C っていうのがイコールで結ばれますよっていうようなイメージ。ね、彼女っていうもの、ね、彼女を呼びますよ。どういうふうに、ケイトって呼びますよ。みたいな、形でですね。その、O と、性質が似たもの、似てるものっていうものが、まあ、C として、O を補う言葉として、コンプリメントとして置かれますよというのが第5文型です。まあ、ちょっとこれ難しいと思うので、例文見ながらやっていただければなと思うんですが、まあ、第1文型ですね。まあ、主語と動詞が基本的に、英文法、英語の文には必要ですよってことです。私は何々をする。ね、私たち、I say っていうので、私は言う。ね、I see っていうのは、私は見る。ね。熟語としてなるほどっていうような、意味合いを持ちますけども、そういった、表現、主語と動詞が必ず、文法、ね、文型にはありますよっていうことです。サブジェストとバーブ。ね、主語と動詞っていうものが、入りますよっていうところはイメージしていただきたいなと思います。それに付け加えて保護っていうものが第二文型ということになります。I am Japanese。私は日本人です。私っていうのは何なの？私っていうものを補う言葉。ね、私っていうものは日本人ですよ。私は日本人ですよっていうふうにですね、主語を補うような言葉が入るのが SVC 型、第二文型というものになります。サブジェクト、バーブ、コンプリメントというものになりますね。はい。次にですね、第三文型っていうのは何なのかということなんですが、SVO というものですね。はい。目的語があります。サブジェクト、バーブ、オブジェクト。SVO です。で、I make、私は作る。何を目的に何を作ろうとしてるのって話なんですよね。ケーキを作るために、ケーキっていうものを完成させるためにケーキを作っているっていうようなイメージです。そう、メイク、作るっていう何の目的で作るの？ケーキのために、ケーキを目的として、ケーキを作り出すと。ような形になります。そういう目的があるんですね。メイクの、動詞の目的。ね、そういったものを目的語、オブジェクトというふうに言いますよと。で、2つつくっていうのは何なのかってことなんですけど、目的語が、物、人っていう場合を例文にさせていただきました。He gave her back to me ですね。彼は、a back。バックを、あげたということですね。ギブの過去形です、ゲイブは。
彼はバックをあげた。誰に？彼はあげた。to me、私に対してあげたというふうにですね。その V、gave、ね、give の過去形ですね。gave を変えずに、やっても同じような意味になると。いうようなもの。私はバッグをあげた。誰に？私は、彼は私にあげたというような、ふうにですね。物が目的になっても成立するし、人が目的語になっても成立するし、それで合算して、私は、彼は、私にバッグをあげたというような文にできますよっていうものが、この SVOO というものになります。オブジェクト。O1 とか O2 とかって言い方もしますけどもね。そういったオブジェクト、目的が2つあるもの。というのが SVOO 型ですね。第4文型。で、第5文型というものに関しては、サブジェクト、バーブ、オブジェクト、コンプリメントというような SVOC という形を取りますよと。ね、これもですね、そのままです。先ほどやったように、Everyone calls her Kate。みんなは彼女のことをケイトという、ね。彼女っていうね、目的があるんです。彼らは彼女に対して、何かを呼ぶってことですね。で、彼女っていうのはケイトとイコールですよね。だから、みんなは彼女のことをケイトと呼ぶ。ね、彼女イコールケイトなんだよと。いうような、文型 SVOC っていう形を取ってますよと。いうところです。これね、別に何文型なのかっていう問題はね、多分ほぼ出ないと思うんですよ。まあ、ただ意識してると、この動詞っていうものが誰に向けて言われてるのかっていうのを把握できやすくなるんですね。なので、この語文型を覚えておくと、文法問題とかね、翻訳の問題に対して誰が何を何にみたいなね、てにをはをつけてですね、文を作りやすくなるので、この基本語文型っていうものは覚えておくといいのではないでしょうかというところです。で、あとはですね、文法にね、付随する品詞っていうのは覚えておいていただきたいなっていうところですね。例えば、副詞っていうもの、アドバーブですけども、副詞っていうのは形容詞。副詞、形容詞、名詞っていうふうにくっつきますよっていうところですね。覚えてほしいですね。で、名詞っていうものがあった場合に動詞。名詞の後は必ず動詞が基本的に来ますよっていうところね。で、動詞の後には副詞、形容詞、名詞っていう形になりますし、もしくは動詞プラス副詞っていう形もですね、ね、くっつきますよっていうところですね。イメージしてほしいんですね。ちょっとわかりづらいかもしれないですけど。文の構造ってこういう形になるんですね。副詞、形容詞、名詞っていうもので一つの、名詞っていうものをですね、主語、サブジェクトっていうものを作って、動詞っていうバーブがあって、バーブの後に、保護的なコンプリメントなのか、オブジェクトなのか、目的語なのか、保護なのかっていうものがついてきます。その目的や保護も副詞、形容詞、名詞っていう形で、構成されたりとか、逆に動詞、副詞っていうのを一つ塊として、駆動詞っていう形でですね、表現、できたりしますよっていうところのイメージ持っていただきたいなと思います。で、この文法と品詞をひたすら覚えていけば、まあ、文法もですね、点数が取りやすくなりますので頑張っていきましょう。ということでですね、次回ですね、文型を細かくですね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。